はい、こんにちは。今回は23問目、ね、規則性と論理性、規則性と論理力という分類になります、ね。使う問題は東京都立南多摩中等教育学校の問題です、ね。今回も規則性と論理力の中の論理力というところに、主眼を置いた問題です、ね。22問目の時に言ったと思うんだけれども、論理力って何だろう、ね、筋道立てて順番にという話をしました、ね。あとは思考の方向、流れっていうのが大事だよって話をしました、ね。さあ、今回はもう一つ付け加えましょう、ね。物事を考えるのには基準、まず大体これぐらいっていう基準を決めるということ、ね。こういう考え方が必要になりますね。早速問題を見ながらちょっと考えてみましょう、ね。なんか会話文長いね、めんどくさいよね。でもいい、まず論理的な思考、論理的に考える前の大事な準備があります。何かというと、それは情報整理です、ね。適性検査って、全体を考えると大まか2つ、それぞれの資料分析だとか論理性だとか作文だとかいろいろあるけれども、ね、大きく言うと2つの力、情報整理能力と論理性、論理的な思考ができるかどうか、ね。これを試すのが適性検査だと思ってください、ね。まずは与えられた文章を、ね、ちゃんと作業、ね、大事そうなところに線を引きながら、ね、特に今回はいっぱいいろんな条件ついてるよ、ね。例えば条件、ね、こうでなきゃダメだよっていう条件や、ね、もうこれはこうしましょうという確定情報、決定、これで決まり、ね。いいかい。あとは考える時のヒントなんかもあるよね。まず情報整理をするよ、ね。これらを使って、ね、これらを順番に並べていって筋道を立てていって、論理的に考えましょう、ね。こういうことです、ね。今回いろんな情報があるけど、まずはそれを意識しましょう、ね。考えただけで、パパッとやっただけで、パパッと見ただけで、今のところ実は7つもあります。今回の問題であれば、ね、条件、ヒントというのがこれ4個、ね。確定、これが3個。パパッと見ただけで分かっちゃうよ。まずはこの7個、合計7個の情報、いい？これを線引いてね。そこからスタートです、ね。はい、問題1番、ね、4人の会話をもとに各学年の当番の回数を求めなさい。さっき言いました、物事を考えるときに基準って大事だよって話をしました。だいたいこれぐらいだよ、ね。問題読んでいくと、ね、学年によって回数変えよう、3年生は初めてだから一番少なくしよう、ね。あとは5年生と6年生は4年生よりも多くやろうよ、ね。でもだいたい
3、4、5、6、4学年でやるんだったらこれぐらいの回数基準にして考えよう、ね、いい？それをまず考えよう。小学適性検査の問題って特別なテクニックは必要ありません、ね、ただ小学校の教科書指導要領、ね、みんなが使ってる教科書の範囲のことはいろんなもの出してくるよ。今回は算数の平均の考え方をちょっと使ってみようよ。ね、1年間だから全部で何ヶ月？ 12 ヶ月だよね。それを4つの学年、3、4、5、6、4学年でやるってことは、だいたい1学年何回ぐらいっていう基準が求められるんじゃないかな。ね。そう。12ヶ月を4学年で分けるから、ね。1学年あたり、ね。3回。これを基準にして考えればいい。ね。あとは、大まかに、だいたいこれぐらいって掴んだんだから、条件、探してよ、自分で。ね。回数どれぐらい変わるのかな、ね、どの学年が何回ぐらいかな、それを微調整してください。ね。まずは、大まか。大まかに見て、調整してください。ね。OK？ はい。問題1はこういう考え方。さあ、次、問題2。4人の会話をもとに答案表を完成させなさい。ね。問題2に関しては、これ。ここで探し出した情報を、ね、表に埋めていく。いいかい？ね、表を使うとき必ず行ってほしいことは、不確定なもの、こっちかもしれないけどこっちかもしれない、まだ決まってないことっていうのは書き入れない、もしくはね、後回し。まずは一番最初、ね、確定したものに、ね、丸を入れるとか、もしくは学年だったら学年を書ける。確定からスタートするよ。いいかな。まずは確定したものっていうことは何でかっていうと、これは決まりだよって言ったら考えなきゃいけないところって減るよね。絞り込まれていく。ね。さあ、次、ちょっと覚えておいてほしい言葉があります。何かというと、消去法という言葉、ね、これ簡単に言うと、まあ丸バツをつける表だったら、まずは実は丸を書くよりもありえないところを消そうっていうふうに話をするんだけれども、ありえないことを消していく。そうすることによって選択の幅が狭まります。いいかい、ね、この問題であれば確定からスタートするよ、ありえないものを消していくよ、残ったもので選択の幅狭まったはず。いいかな。こういう手順でやっていきましょう、ね、今回であれば3、4、5、6の学年だから、ね、学年から入れていって構わない。ただその、ね、確定した学年をまず入れること。今回の問題では学年を入れるけれども、もし丸バツを入れる表だったら、おすすめは、まずありえないを消して、残ったものって確定でしょ、ね、
考えるのには筋道、つまり考える方向矢印っていうのを意識してください。はい、今回はここまでにしたいと思います。